タイガース・オブ・パンタンは、イングランド出身のヘビメタルバンド。1970年代末に没興した、ムーブメント、ノアブムから台頭したグループの一つ。1980年代に解散していたが、1999年に再始動を果たした。実力派のギタリスト、ジョン・サイクスを輩出したことでも知られる。バンド名は、マイケル・ムア・コックのファンタジー小説。 エルリック・サーガに登場する魔法使いたちのペットの虎が由来。イングランドのダイアンド・ウィアで、ジェス・コックス、ロブ・ウィアー、リチャード・ローズ、ブライアン・ディックによって結成。クラブでプレイしつつ、ローカルのインディペンデントレーベルである、ニート・レコードと契約し、数枚のシングルをリリースした後、1980年に MCA から、ファーストアルバム、ワイルド・キャットをリリース。 一週間後にイギリスのチャートで18位まで上昇した。このアルバムを携えて、サクソンのサポートアクトとしてツアーに出た際に、同じくサポートを務めたトリオ編成のバンド、ストリートファイターでプレイしていたジョン・サイクスと出会う。ジョン・サイクス1980年、サイクスを二人目のギタリストとして迎え、ほぼ同時期に、ボーカルがコックスから、 元ペルシャンリスクのジョン・デバレルに交代。このラインナップで1981年にアルバム、スペルバウンドをリリースした。サイクスは3枚目のアルバム、クレイジーナイツのリリース直後、オジー・オズボーンバンドのオーディションを受けるために脱退。フレッド・パーサーが後釜がに座った。サイクスは後に、シン・リジー、ホワイト・スネークなどで活躍する。1982年、 4枚目のアルバム、危険なパラダイスをリリース。本作は彼らのキャリアを通じて、最も成功したアルバムとなる。しかし、彼らにより多くのカバー曲のレコーディングを要求する、MCA レコードとグループは対立し、彼らはレコード会社の移籍を要望する。だが MCA が提示した、保証金は、他の、いかなるレコード会社にも支払い不可能な金額であった。 結局このごたごたが元でバンドは解散する。ミートレコード、MCA 時代の音源は、多くのコンピレーションアルバム、ライブアルバムとしてリリースされた。1985年、ジョン・デバリルとブライアン・ディックは、スティーブ・ラム、ニール・シェファード、クリン、アーウィンというラインナップでバンドを再結成。同時期に、ロブ・ウィアーとジェス・コックスも、スピンオフグループ、タイガー・タイガーを結成する。 再結成パンタンは、1985年夏に、アルバム、ザ・レック・ウェイジを、ミュージック・フォー・ネーションズから、1987年に、バーニング・イン・ザ・シェードを、ゼブラレコードからリリースしたが、バーニング・イン・ザ・シェードは大した反響を得られず、再び解散した。1998年のバッケン・オープニアにおいて、ジェス・コックスが、ブリッツ・クリーグのステージに飛び入りし、 タイガース・オブ・パンタンのナンバーを披露した。観客のリアクションも好意的なもので、翌1999年には、パンタン結成20周年、およびバッケンオープンエア10周年を記念して一時的に、再結成、バッケンのメインステージで演奏した。この模様は、ライブ・アット・バッケンとしてリリースされた。2001年、オリジナルメンバーは、ロブ・ウィアーのみで再編成し、 Z レコードからアルバムミスティカルをリリースするがセールス不振で翌年には Z レコードから契約を破棄される2003年11月4日ガールスクールオリバードーソン・サクソンタイガース・オブ・パンタンの3つのバンドの楽曲を集めたコンピレーションアルバムザ・セカンド・ウェーブ25イヤーズ・オブ・ノアブムをリリース2004年にはニューシンガー リッチー・ウィックスを迎えて、アルバム、ノイジズ・フロム・ザ・キャット・ハウスをリリースした。数年後、ウィックスは、イタリア人、シンガー、ジャコッポ・メーレに交代。2007年10月、タイガース・オブ・パンタンは、1980年代初頭の、レパートリー3曲のリレコーディングを含む5曲入りの、限定版 EP、バックビヨンドをリリース。2008年5月には、 ジャコポメイレ加入5発のアルバム、アニマルインスティクトを発表した。リッチー・ウィックスは、その後、シャドウ・キープに加入し、2008年にアルバム、ザ・ワー・グラス・エフェクトをリリース。2010年には、ロニー・ジェームス・ディオ時代のブラック・サバスのトリビュートバンド、ヘブンリー・ヘルのボーカルを務めた。ジョン・デ・バリルは、ジョン・デビルの名で俳優としても活動。2007年10月には、 ロンドンパラディアムで、コニー・フィッシャーらと共に、サウンド・オブ・ミュージックの舞台に立った。2020年10月時点、ボーカル・ギター・ベース・ドラムス。ありがとうございます。